FA はサンプラーも搭載しており、サンプルのエディットも可能になっております。まずこのサンプルの編集をちょっとしてみたいと思います。サンプルのスタートポイントなどをここで選ぶことができます。途中から再生することが可能です。で、通常だとこれは押してる間しか鳴らないんですけど、ゲートをオフにすることによってサンプルが鳴り終わるまで再生することが可能です。